じですか？まずまずですね。聞いてくださいよ。気合十分ですね。いい感じですね。
今週はレースがあります。何かご用でしょうか。いいですね。いい感じですね。何かご用でしょうか。ただいまより投票受付を開始します。一瞬静まり返る場内。さあ準備が整いました。ゲートが開いた。10番フェアリーキングプローンがちょっと立ち遅れ。これは追い込みの馬ですから大したことはないと思います。先行するのは何か。花を切ったのはスリックリー、それからサンライン、そしてその後ろから1番シャムロックシティ、それからもう1頭ハッピーダイヤモンド、そしてそのうちにジム&トニック、それからスミタス、そのうちからは2番プロリックス、3番アルカディアンヒーロー。さあ気合はどうなんだ。肩のアイフォン、この大舞台で巻き返しに燃える人馬です。まもなく第3コーナー、ゴールデンシルカ、イーグルカフェ、しんがりからフェアリーキングプローン、流れるようにレースが展開されています。そして1番人気のサンライン、なかなかいい感じ。スリックリー下がって2番手、ちょっと離れて1番シャムロックシティであります。その外にジム&トニック、ハッピーダイヤモンドがその後ろ、そして6番手に9番スミタス。さあメイダン競馬場は大歓声であります。黄色い帽子サンラインが先頭、旗のアイコンも追い込んできた。さあ先頭はサンラインが2馬身リード、ムチが飛んだ。ヘリエとスミタス何か突っ込んでくる。9番スミタスか、依然先頭サンライン、ちょっと差がある。スミタスが2番手、先頭チェルズとサンライン、フェアリーキングプローン懸命に追う。フェアリーキングプローンも差を詰めてきている。1着サンライン。次は頑張りましょう。1着5番。レースを終えた馬が戻ってきました。そういえば、ご存知ですか？何かご用でしょうか。いい感じですね。いい感じですね。ご存知ですか？
気いっぱいですね。嬉しそうですね。ご存知ですか？ご用でしょうか。一番人気ですよ。ただいまより投票受付を開始します。さあ、府中の森に集い、牝馬精鋭12頭、スタートの瞬間を待っています。ゲートが開いた。まずまず揃って飛び出しました。果たして先頭に行くのは。山勝スランが上がってまいりました。そしてその後ろから遠心ルーデンス、ちょっと離されまして待機ダイヤ、外から1頭ゲア2で、そして5番手に3番東亜トレジャー、これが1番人気の6番型のアイフォンであります。そのうちゴールドティアラ、8番チコチコタック、11番ラティール、外から行こうというところ、内を通ってスティンガー、それからもう1頭グレイスナムラ、一番後ろにビハインドザマスク、流れるようにレースが進んでおります。7番エイシンルーデンスがレースを引っ張るようになりました。9番ヤマカツスラン、それから離されまして4番タイキダイヤ。さあ、府中の春のマイル女王は果たしてどの馬なのか。さあ、先頭はエイシンルーデンスが頑張っている。さあ、先頭はエイシンルーデンスが5馬身リード。エイシンルーデンスが抜け出した。パタノアイコンも追い込んできた。パタノアイコンが3番手、一発二発とムチが飛んでエイシンルーデンスが先頭だ。ビハインドザマスクも差を詰めてきている。ビハインドザマスク懸命に追う。パタノアイコンが完全に抜けた。パタノアイコン先頭一着、6番パタノアイコン G13 勝目。のように確定しました。私は差し馬が好きですね。ワクワクするレース展開じゃありませんか。馬体はいい感じですね。何かご用でしょうか。
じですか？ご存知ですか？そういえば。気合十分ですね。まずまずですね。元気いっぱいですね。いい感じですね。嬉しそうですね。